ゆきひろ森垣グッド、バイグランパ、この映画はその日本ではすごくあの珍しいあの映画で、商業映画は割とその原作ものがあったりとか、小説家になっているものが映画化になることがすごく多いんですけど、割となんていうんですかね、オリジナルで映画ができるっていうのが割と難しい時代の中で、どうしてもそのオリジナルで映画を撮りたかったっていう、デビューしたかったっていう、ところがこの映画に込められてる、思いです。それで、まあ、その世界共通でもあるその家族の在り方だったり、その自分が生きるっていうことだったり、死に向かって、考える、映画になってます。はい。